して。はじめまして。私フリースピリッツです。私もフリースピリッツです。お願いします。ありがとうございます。お願いします。お願いします。はい、というわけでこちらですね、はい、所作の名刺入れですね。所作。はい、所作。名前がまずかっこいいですよね。所作。はい。でですね、こちら、はい、所作です。最大の特徴はもう何と言っても、うん、まあ、ちょっと色とかも目引きますけども、うん、それ以上にこれですね、1枚の革でできているというところですね。どういうことかと言いますと、うん、結構ね、大体革小物ってそうなんですけど、こうパーツをこう縫製で継ぎ足して作るっていうものが多いと思うんですけども、なるほど、これはもう1枚の革をこうくるくると折って、最後ちょっと見にくいですけど、ここをですねボルトでこう止めてるんですけど、見えないです、ね、見えないですか。ちょっと私が見せます。お願いします。所作があまり僕美しくないものでここ、はい、ここです。そこです。はい、それで止まってるわけです、はい、なので、まあ、縫製がほつれて壊れたりとかいうような、はい、リスクがやっぱり少ないっていうのと、はい、まあやっぱりね、こうなんていうんですか、ミニマムな、ミニマムじゃない、ミニマルなデザインなんで、すごい美しいですよね。確かに。はい。で、革の形としてはまあこういった感じで、裁断されたものを覆っていくということなんですけども、ちょっとね、これにも書いてあるんですけど、うん、贈答品とか包む、まあ、日本の伝統の小物に、複製っていうのがあるんですけども、はい。はい、修正ありがとうございます。所作がちょっと美しくないもので、服装のようにこうね、折られてこう作られているということで、まあ、名刺交換の際もやっぱり何でしょう、所作の美しさって大事だと思うんですよ。はい、それによって結構ね、初対面なんで相手の印象が結構決まるっていうのはあると思うんですけども。うんうん、服装ってあれですよね、もう日本独特のアイテムですよね。そうですよね。やはりそこに日本の美意識みたいなのが、うん。ね、はい、落とし込まれてますよね。そう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 、はい、なのでやっぱりこれ持ってるだけでなんかちょっと全体の所作も美しくなっていく感じがするんですよ、うんうん、なんか普通の名刺ってこうパターンって感じじゃないですか、はいはい、これってパターンパターンじゃないですか、はい、こう革が長いのってなんかこうダラーンとだらしない感じしないんですかね。それはね、うん、所作の名刺入れを使い慣れていくと、はいはい、所作が身についていくんですよ。ほう、はい、でその所作が身についていくと綺麗に名刺交換もできるんで、なるほど、普通の名刺入れに使い慣れてると最初はこうビロビロなって、うん、だらしなく思えるかもしれないですけども、うんうんうん、動作、その所作の美しさが完全に身につくと、うん、これはすごい綺麗に、むしろ普通の2つで折るタイプよりも、うん、むしろ綺麗にちょっと華やかな印象が出るんですよ、こういう動作が多いものって。なるほど、はい、でそれをうまくね取り入れればそこは大丈夫です。うーん、どういう動きされました、今開けて、まあ、開けるじゃないですか、うん、もうこのここでまあ押さえになって、そのまま、まあこう交換できるんで。なるほど、なるほど。はい。はい、そんな所作の名刺で、はい、ぜひ店頭でもご覧いただければなと思います。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。